どうもこんにちは、今回はですねまたダイソーに行っていろいろと買ってきてしまいました。こちらがですねそのものなんですけれども、この中にねいろいろと入ってます。ちなみにこの袋もですねダイソーで販売されてたものなんですけれども、この中に入ってるものいろいろと見ていきましょう。もうねダイソー行くとねいろいろ買ってしまってしょうがないんですけども、こちらがですね、保冷クーラーボックスになってます。このね入れ物は500円なんですが、この中がですねアルミが貼ってある、クーラーボックスになってまして、この上の部分がですねちょっと厚みがあるものになってます。まあ、最初の一発目でねこんなこと言うのもなんなんですけども、これ500円は高い。正直多分300円ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけどね。この辺の価格設定ちょっとよく分かりませんが、ちょっと中を見ていってみましょう。まずですね、まあ、いつ使うかは分かんないんですけども、買ってしまったこちらのコップ、マグカップみたいな感じになってまして、スープカップって書いてありますね。パカッと開くんですねこれ。いつ使うんだって感じなんですが、こちらはですねもし今持ってれば結構ね虫とか入ってきますよね。夏なんで虫とか入ってくるんですが、蓋があれば飲まない時にね結構いいのかなと思いまして、今回これ買ってみました。ちなみに電子レンジ OK で、食洗機も可能になってます。まずこれね。で、ちょっとね新しい鍋敷欲しくて買ってしまったこの鍋敷です。シリコンゴムになってまして、何気にねここにちょっとマグネットがついてるんですよ。マグネットがついてるので、冷蔵庫にね貼り付けできることは確認しました。これ2つ目ね。でこっからがですね、僕一目惚れして買っちゃったものになるんですけども、食器です。今まではね銀色の食器だったんですけれども、ステンレスのお皿、セリアで買ったものですが、これはねめちゃめちゃ使ってます。こういったねお皿セットを買うと結構値段するもんですけども、8枚用意してますが、これはねかなり使ってます。それのねシリコン加工されたものとなってます。そしてですね、便利ベルト2倍伸縮ってやつです。以前ですねフィールドアのポールを買ったんですが、今回はですねポールも新しいものを用意しました。フィールドアのポールなんですけども、木目調のもので、太さが32ミリだったかな、長さが210センチから280センチに変えられるというポールです。以前ですねフィールドアのポールを買ったんですが、ケースも付いてないので車の中でバラバラになっちゃいます。なのでポールをまとめるためにこれを購入しました。で、あとねカラビナが2つ、この2つのカラビナは、ちょっとねエプロン周りに使いたいなと思ってます。いらないところがあるのでちょっと切っていきます。これがいらない。これを何につけたいかと言いますと、先日作ったこちらです。革のエプロンなんですが、さあ、革のエプロンがねようやく出来上がりましたよ。こんな感じ、出来栄えはねこんな感じになってます。でここにはですねハンマーを入れてます。でペグは6本ずつということで12本収納できるようにしました。ただですねここは遊びがあるので、この2つですね、この2つは遊びがあるので、まあ、2本ぐらい入れようと思えば入れられます。ここにねリングを通したのはいいものの、やっぱりこのリングはねちょっと使いにくいんですよ。使いにくいのでこのカラビナのリングを外してここにつけようと思います。それとですね過去に作った、こちらのですねスライドガストーチ、外のスライドガストーチの、カバーなんですけども、これもねリングつけたまんまで、これ以上何もやってないので、ここにこれをつけると。カラビナって便利ですよねやっぱ。でこうやってやっとけば、こんな感じでですね、かなり引っ掛けやすくなったんじゃないかなと思います。ロックをねするってことがまあまずないので外しちゃいましょうか。うん、ロックを外すとですねかなり使いやすくなったんじゃないかなと思います。ちょっと太いですからねこれ。
しょよいしょよいしょよいしょ。そして、車載冷蔵庫の中に入れようと思って買ってきた冷蔵庫シート。車載用冷蔵庫なので、外見に比べて中はちょっとちっちゃめになってます。まあ、この中でねジュースとか冷やせたりとかすると思うのでかなり重宝するんじゃないかなと思ってるところです。まあ、匂い取りにもなりますし汚れたとしてもこれを交換すればいいので、まあ、楽かなと思いましてこれを購入しました。で最後にですねモバイルバッテリーの 4000mAh のやつ、こちら500円なんですが、照明とかねスマホとかに使うのに、まあ、ちっちゃいものが最近欲しくなりまして、ちょうどありましたんでねこれを買ってきました。さああと最後にねこちらのねボックスですよね、クーラーボックス。クーラーボックスはですねまあ一応これクーラーボックスとして当然使えるんですけども、そこまでね期待できないと思います。期待できないので、まあ、今回購入したこういうお皿とかですよね、こういったものの、収納ケースとして使おうかなと思ってます。まあ、こんな感じで収納ボックスとして使うことができれば、まあ、見た目もいいですしね、結構使えるんじゃないかなと思います。ただしね500円はねやっぱり高いと思う、高いと思うんですけど皆さんいかがですかねこれ。でこちらがですね今回購入したもの全てになるんですけども、もうね見てお気づきの方もいらっしゃると思います。今回はですね黒をテーマにいろいろ購入してみました。ダイソーをねいろいろ見てますとどうもね黒を押したいのかなという感じがしまして、ならちょっと黒いものばっかり買ってみようじゃないかということでキャンプで使えるもの限定でなおかつ黒いものということで、なかなかねおしゃれ度も上がりそうなものを選んでみました。まあ、使うとこんな雰囲気になるよっていうのを言ってみましょうか。これは剥がしやすいやつだ。ああ剥がしにくいやつだこれ。剥がしにくい、やめよう。まあ、これはねサーモスの、保冷缶ホルダーなので100均では売ってないんですが、まあ、例えばこんな感じ、こんな感じとかいいですよね。真っ黒ってのがねまたいいなと思います。で僕が使ってるものがですね、基本的に木製のものだったりとか、あとはレザーとか、革製品ですねとかが多いので、これなんですよ。ちょっとねレザークラフトのお店に行って革を買ってきました。1個はねこんな革で真っ赤です。牛革のね端くれみたいな感じです。でこれはですね、スライドガストーチのカバーとか、あと、オピネルナイフのカバーとかそういったものを作るのでまあいいかなと思って、買ってみました。革製品の色合いと、木目の木の色合いとこういった黒い色合いっていうのがね結構あるんですよ。雰囲気もですねなんかこう一気に締まるというか男っぽい感じになるので結構ね見た目的にもこれはいいんじゃないかなと思います。多分ね今度から銀色じゃなくておそらくこっちを使うことになるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回はダイソーで購入した、こちらのキャンプ用品、キャンプ用品の中でも黒いものに限定して購入してみました。なかなかですね男っぽいスタイルが作れるんじゃないかなと思いますので、ぜひですねチェックしてみてください。今年のダイソーはですね黒を押しているようです。ということでダイソーのキャンプ用品のご紹介でした。それでは